よっしゃ、アーチェリーするぞ。はあ、はあ、はあはっちうわ、くしゃみでずれちゃった。ええええごめんなさい、くだらない茶番やって <music>。これなんかね、あれらしいね、それぞれのステージに、 こういう各種アイテムが置いてあるみたいでちょっとそれ今日射抜きたいなと思って今回初級編だね初級編はとりあえず場所を覚えてきたね中級上級にも多分あるんだけれどそこら辺は場所を覚えてないからそこは自分で探してきたいよねさあこういうのねみんなやってたんじゃないこういうのは自分で見つけるのがきっと楽しいんだろうねだから今その喜びこれスイカくんだね完璧だ ここら辺で全部射抜いたはずいけははははは当たってるじゃないですかさあみんなコツは掴んできたねじゃ邪魔その黄色いの私の頭だったこれぐらいじゃないやったれいけいやすごい <laughs> スイカに入ったこ <laughs> このステージのね何がいいかっていうとスイカが一応目で見えるんだよねなんかさっきのステージだと あれだよい、ね、いじゃん目で見えなかった気がすんな目で見えるとねなんかあもうちょいこのスイカからここらへんかなみたいなできるんだけどいやいいよ私え <laughs> <laughs> だいぶ精度上がってるんだけどスイカのしゅうちゃんってあのことだねさあいいぞはい <laughs> スイカのシスまあ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 でも精度は上がってきてるよね俺メロンが見えないんだよなあでもなんかよく見ると下にあるかもしれないなでもみんなのね画面上スマホとかだと見づらいと思うけどなんかあっちきのこのモニターっていうかなそこならギリ見えるかもしれないなうんー難しいこれは非常にもうちょい右かなもうちょい右で なおかつもうちょいして、ほんと微調整だよね、これ。来たガチで手応えしかない、これいやーとちょいほんのちょっと上ガチの手応えいいほんのちょっと上だよ、みんなほんと気持ち上でいいいってほしいガチでいってほしい 高級メロンならデカさで言ってたねさあ、ファイナルステージは、ファイナルステージも目で見れるからね。これは結構簡単だな。はい。これ一番簡単かもしれん。あまりにもイージーすぎる。も、ま、う、あ、ほぼ一投目でこれだもんねよ。みんななんか普通にアーチェリーが面白いね。私 <laughs> かあの、フルーツを当てることに最初に喜びを味わってたけど、普通にこの、 的に当てるのが一番楽しいかもしれない。こっちをやってから普通、あっちだよね。あ、行ったか ?10 点。あ、9点か。面白いな、これ。さあ待ってろよ、メロンくん。君を絶対当ててやるからな。難しいんだよな、マジで。ここいや、悪くない一等なんじゃないこれ。行け あと普通に遊ぼうやっと当たったー結構やり直したなこれ簡単じゃんはいあそうか確かにあんま重力気にしたことなかったわ重力を考えてはいいやー重力軽すぎるのかーえ面白このゲームさあ重力を読んでこれぐらいうますぎる 大体重力加速度読めてきたねさあここで全部私下に弾…うわ風強っ下に弾がいってたから結構上目を狙っていいと思うんだよねはいだいぶ上目攻めただいぶ上目いちごいいえこれこれさあ30点ぐらい欲しいよねいちご打ったんだからはいこっち打つか 風強い、ね、うわー結構距離あるわ1点でももらい,いただけありがたいって考えここも忘れてたまた重力をわし昔ね土星にいたからこんな感じうわー悪くない面白いわいやー全フルーツね当てられたのよかったねさあこれはまだ初級編か これ中級上級になるとあれなのかな <Congratulations. S 1> フルーツの難易度も上がるのかなちょっと難易度変えようかじゃあ中級いきます多分全ステージにあるんじゃないかなと思うんだけどどうなんだろうまず探すところからだねないなんてことあるのかなステージにおいてなんかさっき1で全部あったじゃないですかだから全部あるもんかなと思ってた あ、<laughs> ヨットだった <laughs>。普通に <laughs> 殺人罪になるとかだった <laughs>。ヨットでした。うーん。うーん、ないねー。あるみんな。ヤシの木とかええー、全然ないねー。まあ、一回これでお茶を濁して。 そもそもないなんて説もあっちきも、うわーこれ、あ、パイナップルある、あっちきの頭だった。こっち側とかありそうじゃないないかー。なんかあの、エフェクトかかった時ガチ熱いよね。エフェクトというか、わかりますないなー。これ見つけんのも楽しいんだろうね。橋の、 違うか、今。なんかあったかなと思ったんだけど。まあ、今んとこ全部ない。まあ、多分全部は見つけきれないんじゃないかな、私。2個ぐらい自分で見つけたいよね。で、ワンチャンとは調べるみたいな。ああったあったあった,あったメロンあれ、メロンですよね。これこれこれ。わかるかなみんな。えーっと、どんな感じだっけこの上ぐらいに打てばいいんだっけほら ちょ私のはエイムが下手くそでなってないのかどうかわかんないけどほらあの下のメロンじゃないほらほらあれなんでモーションかかんないんだろうねさあファイナルステージうわーガケなんかあるぞなんか <laughs> おいおいおいパンあるじゃねえか え自分で見つけたこれいけ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 ,いけ当たってるじゃないですかでも簡単だぞあのパンマジで一番簡単まあこれはいつか当たるでしょうこの砂浜とかにないうーんうーん やっぱ適当に打って演出かかるしかないんじゃないかなと思ってんだよねうんーないよねこの木はあ普通に刺さるんだ違うかなんかこれ黄色いのあったんだよね やつななるんじゃないこれ、テニスコートにいや、いけるぞ、いけるぞ来た。打った瞬間手応えしかないね。いいね。さあ、問題は二つ目よ。ここに至っては、マジでないんだよな。 あ、でも判定にならないなぁ。間違いただ下手くそっていうパターンも全然あるんだよね。え、あのスイカあるんだよね。さみんなとりあえずパン当てちゃうわ。あのパンは結構イージーだよ。あ、もうもらった撃った瞬間手応えがロックリーだね。ふ、え、ぅーさっきちょうどあのパンのケツの間のところに行ったシーンあったね。どうぞ。 これ10点狙うよりパン狙ってった方がいいんじゃないじゃあ一回普通に打とうかむずっあ、しかもちょっと動いてんだ、あれ。あ、重力。あぶね、今重力無視してた。あー、でも悪くない悪くない悪くない。面白いな、このゲーム。お おいおいおモーション入ったあれやっぱあちが下なのかななんかさっきのメロン待って、風見てなかった。風どうなってるあー、なるほどね。さっきのメロンも多分あたちがうまくやれば全然いけると思うんだよね。ああ、難しい演出と入るときと入んないときの差がいまいちわかんないけど。ちょ、これも試行回数でやるしかない。はい。 これ低すぎるのかもねもねうちょい重力を考えて来たおい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 えあとあのスイカだけじゃんあ思ったより奥にあったのねあれだからかあの何ていうのかな木の下にあると思ってたけど入り口にあるわじゃあ普通に狙おうか ででもあのメロ意外と分かれば簡単かもしれないなあ重力考えてなかったこうかこれぐらいではい <laughs> この距離感がまだつかめないねやっぱ距離といいほど重力が G になるかなみたいなさあ来たねおっ風が全然ないよこの雲と雲の間ぐらいがちょうどいいんじゃないかなどんなもんよいいんじゃない もうちょい気持ち上でいいね。いや、あの雲と雲の間で行こう。ねえし。<laughs> そっか、雲動いてんのか。そんなリアルに再現されてんだね。うまいうわぁ、ちょっともうちょい右だね。でも高さは合ってる。風を意識して、もうちょい右にやれば絶対決まる。もうちょい右でもいいか。高さ意識して、これっあ。 いや、この、最初のね、楽しいなぁ。ねえ <laughs>、やっぱ10点難しいわ、取るの。9点なら割といけるけど、みたいな。さ<っ>、決めるぜ。うん。きた完全な手応えいやー、難しかったね本当に難しいの、これ。 やっぱ高さがね下から上ってところで若干のねいやでももうできないかもしれないいやすごいなじゃあこれ普通に打ってみるはいあーさあみんなラスト上級行こうかこれやってみて思ったのが見つけるのがすごい楽しいわだからね自分でみんなも見つけてほしいね今日の動画はもうここで終わってブックオフで買いに行ってほしい さあ、でもここはすごい、広いぞ。なんか分かりやすくないあ、なんかある。え、もう見つけちゃった私あれだよねあのオレンジ。だから今多分高さが高かったから、これぐらいいや、これは絶対あのオレンジだ。モーションが入ってないだけで。いや、あれだな、絶対。OK。1個目は多分あれ確定演出。 さあ。うーん。お。おい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 え、なんか逆に早すぎてやだもうちょっと私探したいのに。結構近いわ、今回。弾が速いもんで、ね。あれは多分簡単だな。何回かやればいけちゃうやつ。はい。もうちょい気持ち上か。いや、でも今回2発2中だぞ。さあ。 あの、神殿とかにありそう。違うか、星か。今、み、もうあれ、なんか下にあったやつ見つけたと思ったら星でした。なあ、この木のとこも怪しい。アフロだから邪魔なんだって。うーん。あれ、スイカじゃねあれ、そうだよね。あ、メロンか。 え、今回すげえ簡単に見つかっちゃったな全部まだ次あるかここぐらいじゃない気持ちいやい,いやいやいやこれ2発目でこれってもういけちゃうやつじゃないですかこんなところでアーチェリーしないで私もういちまうよえー、っとこの上とか怪しくないうーん ないなぁ。ああ、いいね。最後にふさわしいね。ちょ、一回撃ってみるないねこの三個の柱怪しくないですか皆さん。ちょ、この三個の柱、これ、撃つとズームされるから、ないわ。えー、ないな、ここ。うーん、まあ、とりあえず最初の三つはいけそうだからやってこようか。いや、みんな、これ、 ここマジ難しい。あそこだいぶ遠くにあることに気づいて、お、次の子今落ちてきたの。<laughs> 行ったかそう、結構距離あるんだよね。もうちょい下目でいいか。なんかこのモーション入んなかったから違うなって最初の方疑ってたんだけど、結構自分を信じた方がいいね。あ、これじゃんみたいな。はい。 遠いな、これ、距離。だいぶ遠いね。あーこれ、惜しいのかな惜しくないのかちょ、距離感があんまバグっててわかんないけど。もうちょい下目で。これどうこれ、さっきよりだいぶ下目に打ってよ、私たいけ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 ,い,けいや、これはでもあれだわ。何回かやばいける。で、次なんだっけお、このスイカ影逆に近いんだよね。 この前で下のカーソルとここ合わせてみようか。おい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 。これ下のカーソル合わせるとほぼいいじゃん。この何て言うの分かるこの下のとことこのスイカスイカ見えづらくて申し訳ないんだけど。くっこれはちょっと簡単だね。なんか対象物があると分かりやすいわ。ここに合わせるといけますよみたいな。それがあるとだいぶやりやすい。うまい ちょっとシビアだね安定させるの難しそうさあここだよねここだけまだ見つけてないんだよなあちとりあえずなんか適当に打ってみる3発しかないけどないなこれ見える画角もいつもより短いんだよねえないなここだけどこだろうラストラストだからないってことは多分ないと思うんだよね 一応、全エリアに置いてあることが分かったねさあみんなこのメロンはねあっちょっとほぼほぼ惜しいとこ全部いってるからまあ、そんなに難しくないと思うんだよねおっいけそうじゃんこれいいねいや果汁がすごいんだよなほぼ100%だもんねこれぐらいかなまあ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 ごめんなさいさあ問題はここよ次だよねどこにあるこれ くまなく左から行ってみるこれ以上左行けないんだよねその左の待って一番左とかいやないわ。この岩陰に隠れてんじゃ待って岩陰にどっか隠れてそうじゃない普通に。え なかっんなそ、ね、ここよね確かになんか言われればちょっと違うみたいな感じいやわからんわ <laughs> すげえしかも意外と狙いやすいかもいや待って一回もう一回こっち狙ってみようかはいあ距離感が近いから意外とやりやすいかもさあみんなラストこのオレンジが一番難しいわ なんかこんな見えるところにあるけど距離感がマジで難しいの。これぐらいちょっと飛びすぎかなぁ。そうだね。横の位置は合ってるけど、若干飛びすぎなんだよなぁ。これぐらいじゃない行ってほしいガチで頼む その間なんだよね飛びすぎと飛ばなすぎの間を狙いたいから完璧だ <laughs> 全てを網羅した完璧な軌道やった <laughs> やった <laughs> じゃあ最後この一番難しいステージ最初から全部普通のこの的狙おうか <laughs> さあみんな普通のモードでやります うーんと、これぐらいいいね十10はマジむずいね。9狙いで。ワンチャン運が良ければ10狙えますよ、みたいな。7かなあ、8だありがたいここで8いただけるんだ。はい。8かなまあ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 、悪くないでしょう。さあ次。これね、さっきの、うわ風強っ。コツ掴んでも、 距離感が違うとまた全然変わっちゃうんだよね。ここ。だいぶ曲がるわ。あともうちょい上でいいわ。行いきます。こんなもんむずいガチむずいさあ次を切り返していこうってくし。さあここね。この木の板が邪魔してくんだよな。 こんな感じもうちょい上でいいね。もうちょい上で。結構思ったより距離感があったわ。もうちょい上でいい。こんな感じもうちょい下でいい。もうちょい下でいい。つまりこの微調整を加えた時の次なる一手は、インポータンチまあ、悪くないか。7だね。さあ次、溶岩ステージを。 溶岩ステージはなんか風が変な方向に吹いてんだよなちょっと上目とかあ悪くないもうちょい上気持ち上ぐらいだね高さ的なあれで横のあれは完璧に合ってたからもうちょい上もうちょい上でいいのかさあ行きますこれ全部出して終わりたい10点出したいなこんなもんいやでもすげえ面白かったわこれ 全ステージに隠しあるのがガチでありがたいね。